ありがとう。受け取ります。七夕の日なんか配信できたらいいけどな。でもあんまりすることないからな。話します。キャこんなすっぴんひどいと思わんかったもっとなんかマシかと思ったら結構映像にされたらシス。 何でしこ <laughs> つんちゃん好きやってありがとうす田は好き気づいてるかなみんなに紛れてあなたを見つめている私の 視線気づかなくていい。どうすればいいかわからないわ。わまた自分のこと鈴花って言った？最悪。私です。恥ずかしい恥ずかしいやった恥ずかしい。 恥ず,恥ずかしい恥ずかしいなんかちょっとやけたんですよね AKB 新聞のれいちゃんインタビューでズンちゃんのことめっちゃ何何 <laughs> ハローアゲインズンちゃんハローマイネミーズズンちゃん お店の七夕にずんちゃんのこと書いた明日笑顔で過ごせて選抜に選ばれますよねめちゃくちゃ優しいですねなんかさ自分の幸せを書くとかさいいのにさう私の幸せのこと書いてくれたからじゃあ私はみんなのこと書くな七夕はないかな近くに書けるやつ れイちゃんなレイちゃんの話何 <laughs> 気になるズンちゃんイズあゴールガール Thank you <laughs> 明日学校だから寝ますおやすおやすみなさい学校頑張ってしんどいと思うけど。 最近しかいないからもうズンちゃんに忘れられてるんじゃないかと全然めっちゃ忘れてないよなんか覚えてるし逆にみんなが私のこと忘れてるんちゃうかなって感じるいや感じへんけど <laughs> けどあー離れていっちゃってるのかなって感じて思っちゃ被害妄想です 確かに昨日本来なら握手やったなあー握手したい握手再開されへんかなパジャマかわいいリーって書いてあるうんこちらピケ惜しい えどこいったんれいちゃんのこと書いた人ずっと気になってんねんけどどうしたあ来たズンちゃんは何でも包み込んでくれるんです優しい言葉で自信をつけてくれましたええー、見たいその記事嬉しい優しい。 見たたかったその記事嬉しいねれいちゃんにお礼言っとこう全然違った欲しくないいやなんとなく合ってるよ <laughs> 白に赤字でね英語さんも軸やったらリーと思っちゃう大丈夫よりかわいいよねリーのトレーナーね ずっと欲しかった <laughs> 過去形 <laughs> 明日そうや明日からまた平日始まるがみんなはどうですかみんな学校とか仕事か。 週末楽しく過ごせましたかあ明日ようやく休みよかったゆっくり休んで休むっていうことは寝るってこともあるけど自分の好きなことを精一杯することを休むっていうから休んでねだから一日携帯触ってても罪悪感を感じずあ自分休めたわくらいで大丈夫ですよ 爪が取れました、今、私の足の。え、今は目降ってる。ちょっと降ってる、そっか。 週末、焼肉とか唐揚げとか食べすぎちゃったいいやん美味しいもん食べよ私は今日そんなに食べてないかな朝キウ,キウイ2個食べてお昼におにぎり食べておにぎりとスープかな食べて夜はところてんと ななんかちっちっゃいい残り物みたいなの食べた <laughs> おかずの残り物みたいなの食べて終わりましたちょっとおなかすいたのであとでヨーグルト食べようかなって思ってますポッピングシャワー食べた食べてんあ食べた食べ,食べたってことかええーなー私も31食べたらいいなポッピングシャワーめっちゃ美味しいよな私も大好き 七夕の日に学校で友達の誕生日サプライズやるすあそれここで言って大丈夫誰かに広まらへんかな気をつけて私が友達に言っとくわするって言ってたでって <laughs> 言っとくなあかんか AKB 新聞のれいちゃんのインタビューにズンちゃんのこと書いてると「ええー、見たいそれ」「ありがとう教えてくれて」「こんばんはズンちゃんは何の花が好き?」「ええー、んやろうかすみ草とか好きよ」「花言葉がすごく好きであのお花のねだからよくお花調べる」 サーティワンのコットンキャンディアイス食べ、え、ね、食べたいよな私も、なんか最近さ、ワンでさ、あの、発売された、こんな大きい、1キロくらい ?500 グラムとかやったっけアイスクリームが食べたくて。あの、誰かも食べた こと破ありがとうあお配信間に合ったよかったおかえりなさいずんちゃんメールでお花の写真送ってくれるよねそうあのねお母さんが送ってくるよん私はあんまりあんまあ外出てへんからあれやねんけどお母さんがねよく散歩するから。 お母さんもお花が好きみたいで、よく送ってきてくれます可愛い,いな <laughs> お花の画像送ってきてくれんねんあ、お花でもちょっとはげてるねあ、痛くてあ、痛くて 死ぬはずのの夜をこ何の歌っ,たっけこれいつまでもはあみーちゃんの羊の主題歌やわあ懐かしいねえ今の時間にさあ,あ,あ再放送せんかな韓国のサーティワンにはうちのママは外海人のアイスクリームえ何それ調べてみるうちのママは 美味しそうやけどなんかちょっと怖そうすんちゃん指ハートくださいあげちゃいますあれツツジ吸ったことあるで <laughs> 小学校の時毎日息かわり吸ってたツツジあれあのお花あそうだお花引きちってたんかな落ちてるお花かな,なんか取って なんか下からピューってなんか線みたいななんかを取ってですっ吸ったらすごく美味しいんですずんちゃん初見ですありがとう見に来てくれてめっちゃ吸ってたよなツツジでもあの 白のツツジあんまり美味しくなかった <laughs> ピンクが美味しかったの覚えてる <laughs> やっほー <laughs> 多分引きちぎって吸ってたわ <laughs> いや私もなんか環境問題的に怒られるかなって思ってて今引きちぎったかなって言ってたけど多分引きちぎってたでもなんかもうさ小学生の頃やから 時効,です時効にしといてくれる学校帰り一生懸命捨てたな引きちぎってどうしようこれで怒られたらずつーちゃんこんばんはこんばんはあとねザクロも食べてた食べてたっていうかパキってあってあっ,ってあって。 食べて、てて道端に捨ててたあとなんかこんな赤いちっちゃい実とかも食べたりしてためっちゃいろんなもん食べてた赤い実酸っぱかったけどなんか <laughs> 小学校の頃は給食とかやからお腹空いてて帰りとかだからめっちゃ食べてたなみんなで意思意思を 木をこうてあって火を起こしたりとかもしてたけど煙だけでいつも火は起こされへんかったのを覚えてるザクロザクロしかも学校のもあるけど学校のがなんかみんなが引きちぎりすぎてあのなんか柵立てられてたからうちの帰りの親戚のおばあちゃんちの,のザクロ引きちぎって食べてた。 わかる砂場で落とし穴作ったような私も穴開けてふんわりなんか砂乗せて段ボール乗せて砂乗せてみたいなっててめっちゃしょうもなかったのに楽しかった小学校の時アリ食べてた嘘ソアリは食べんかったなアリは強いな私食べられんかったアリはマスきちゃうから。 でもなんかアリはめちゃくちゃ手噛まれていたかっためちゃくちゃさおっきいさアリおったような,なんかそのアリにめっちゃめちゃくちゃ噛まれて大変でした「泥だんご」も作ったで泥だんごはもうほんまプロめちゃくちゃプロ多分プロの世界いけてたくらいなツルピカリンにしてた。 えアリ飼ってたうわねおるクラスに一人ごめん今の反応ちゃうね共感のうわなわかるアリんかアリアリ飼育してる子とっなんかアリキッドみたいなかってなんでアリさ飼うねんって思ってたけど、まあ、人の個性やからと思って黙ってた小学生ながら もう髪乾かした。うん、前髪だけ乾かした。泥団子プロです。なんか、小学校高学年になると、パソコンで YouTube が見れるようになってて。で、あのー、動画で泥団子調べてめっちゃピカピカにしてる人がいて、それが羨ましいと思って見てた。プール前にやごと、えやごとりしてんけど、うわ ねえやご取りとかもえもえプール前にやご取ってたな,なんか育てた育ててた学校でやご取って育てたなやごって何になるんやっけずんちゃんは宇宙人がいると思うえうん信じてるトンボかトンボな あー分かる分かるっていうかまあトンボかなるほどねトンボかえー、育ててた育ててたなんかプールとかあとね池があったので池に矢後がおったからなんかとって学校の,その教室の後ろでなんか小学校ってなんかめっちゃ水槽あるんですよね で育ててたあとなんかなんか一人の男の子と先生がなんか「熱帯魚買おうこのクラスで」みたいなの多分先生の自腹かなんかかとその男の子が持ってきたのでグッピーやったっけグッピー買ってた変な魚って思いながら買っててでもなんか自分たちが2年上がっても水槽におって1年かな でもなんか久しぶりに見に行ったらブクブクが止まってて悲しかったねグッピー入らんかった小学校でめっちゃなんか買っててんけどグッピー分からんまぁあ,あれもでも餌やんのが超楽しかった私 <laughs> そう,こうやってやったらさみんなあの寄ってきてくれるから なんかさ分かる餌もさなんか平べったいやつのなんか鰹節みたいな平べったい鰹節をあげてたそうグッピー買ったらめっちゃ増えんねん,なんかすぐ赤ちゃん産むやろあの子らえっえっ分かるヤゴとオタマジャクシ一緒に入れたらヤゴしかおらなくなったえっ分かるヤゴが多分食べててんあとなグッピーもな なんかと一緒ウーパールーパーが何かと一緒に入れた時に食べてもうてんなそれでなんか別に移動させた気するあとカエルも買ってたなんかそこら辺で取ってきたカエルったカエルはなんかずっと授業中うるさかった気するちょっと泣いてんねん ねえ金魚もわかる金魚あとな学校の駅には恋もおったんよそうウーパールーパー誰かが持ってきてなんかいつもみんな誰かが持ってくんねそうして買うねんけど生き物係かりには絶対ならんかったな だって餌やりに休み時間を奪われるのが嫌やったからあでもなんかそのそうさぎ小屋のお掃除はずっとあの担当係になってたで私自身もうさぎを飼ってたのでいっぱいそう撫でたらいいところとかをしてたからもう卒業式の日に「もう一生の願い先生うさぎ小屋に入れて」って言って。 でもまあ卒業するからって言ったから入れてもらってめちゃくちゃ白いウサギちゃん汚くなってた <laughs> から精一杯に多分やっぱさ誰もさなでたりとかせんやんウサギなんかさ小学生やしこやって外から見てるわけやんなでさせてってなでたらもうなんか「えみたいな初めてなでてもらったみたいな反応していっぱいなでなでなんか 撫でられてて可愛かったけど何年後かになんかうさぎ小屋の前とったらいなくなってた悲しい全部いつもいなくなるねんけどいや分かる学校のうさぎってめっちゃたくましいよな超生きる人参めっちゃ食べるしでもなんかこうやってなでたら「えっ?」みたいな初めてなでられて。 撫でられるのってこんな気持ちいいって言ったから2時間くらい撫でてた喜んでくれてよかったですあらあと3分じゃあ順位発表します13位ムービングさん大きに12位フラフィールフアットマークシンガポールのりんちゃんさん大きに11位マメもやしさん大きに10位フィニッシャーハッシュタグズンちゃん選抜へさん大きに 九位丸、ま、さん大きに八位くわしさん大きに七位福井のパーフェクトズンテンさん大きに六位しゅうちゃんさん大きに五位ずっとずっとずんちゃんのたまちゃんさん大きに四位ヘスターとマークずんちゃん大きにさん大きに三位数民大使さん大きににゆうすけさんちあゆうすけ山地中言っちゃったどうかをな,なんか国産みたいになっちゃった 2位ゆうすけサンタさん,さんおおきに1ユッチッチーさんおおきに毎度おおきにそしてだるまとかハートとか小判とか朝顔とかハートだるまたくさんのギフトありがとうございますそしてお星さまとコメントもたくさんありがとねということで今日はこの辺で終わります明日ね多分夕方くらいに配信するかも。 えー、7時とかかなそのくらいいやわからんからちょっとやめとくわ言うの明日できるかわからんからわからんからやめとく言うの <laughs> じゃあまたね2,000人もありがとうございましたバ,バイバイ うん <laughs> ずんちゃんのペースでねありがとう。バイバイおやすみ。